やっはろー、どうもアニメリアク職人ことマジラジオゲニハマーです。はい、そして、本日はですね、久しぶりの登場、ルートさんです。ルートです。横浜から来ました。いつもね、いつもありがとうございます。ほんまにね、こちらこそ ね、 で今日はもうね、ここはお肉ダイニングキクさん、いつもお世話になってます。はい、なんとこの撮影のためだけにクーラーつけてくれましたもんね。奥の部屋を貸し、ね、貸し切ってます。貸し切ってても、しかもタダでね。カルピス美味しいですよ、ここね。はい、いろんな店でカルピス飲んでますけど、ここが一番うまいです。で、今日はですね、ルートさんがですね、まあ、特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテストのムービーチケット、うん、あれを使ってね、なんとものごっつおもろいゲームを考えてくれはったんですね。無意識みんな買いました、これやね。しかもこれ、ちょっと見てもらった方が早いかな。まあ、でもね、これやね。ね、これですよ。これは第1弾、ね。クリアファイルの特典のやつですね。はい。こっち。裏が全員分ですね、これね。はい、12種類のキャラがいます。はい。はい、これなんと、もうトランプのようにちゃんとバッグをつけてくれはったわけですよ。うん、ね。で、これを使って、ゲームを考えてくれはったということで、ちょっと今からですね、ルール説明と、まあ、ちょっと実践しつつ解説していこうじゃないかということで、ちょっといこうと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おい、あ、いいですね。はい、じゃあちょっと大まかなルールはもう概要欄に、載っけるしかないですよね。そうですね、ノートがあります。はい、じゃあそのノートをちょっとコピペして貼っときます。ちょっと画像が貼れへんのでね、まあとりあえず文章だけ概要欄で貼っときます。まあ、基本的にはこの、ムビチケの12枚を、はい、これですね。はい、12枚ですね。12枚、12種類、12キャラを全部使ったカードゲームです。はい、そうですね。で、そのタイトルは、集えアンサンブル。素晴らしい、集えアンサンブルですね。はい、では早速、じゃあちょっとやりながらルール説明していきます。はい、4枚ずつ配ります。はい、はい、で今はオープンですね。ほんまはオープンしない。ああ、オープンする。ルール説明しながらなんでオープンしましょうか。はい。ほんまはオープンしません。うん、はい。自分はリリカと、サファイアと、あ、向き、向き逆や。はい、リリカとサファイアと、サツキとノゾミと。僕は、ミゾレ、ナツキ、カナデ、ミレ。はい。で、お互いが、これが、自分のアンコンメンバー。で、まだフリーのメンバーが4人います。4人いますね。フリーのメンバーは、はい、クミコ、ユウコ、レーナ、すごいなこれ、ハズキ強いな。なかなかですね、これは。これ、このフリーのメンバー4人をお互いのメンバーが取りに行くゲームです。はい、やっていこう。やっていきましょう。はい、よっしゃ、行こう。はい、でちょっと概要欄を見ながらじゃないと絶対できないので、そうですね、やるときは必ずこの概要欄に書いたやつを用意してください。うん、そうやね。はい、で今自分これ撮ってるスマホに入ってるから見れ見えへんのかい。しまった。あ、じゃあ分かった、 俺の共通で見よう。そうですね、うん、はい、うん、しもた。どうもすいません、後藤です。何してんねん。後藤先輩、僕もです。元本くんがいます。はい、今日はこんなんばっかり言ってますね。よろしくお願いします。はい、40代のおっさんが、いい年こいて。よっしゃ、行ってみよう。はい、ってことで、クミコか。クミコを取りに行く。まず一発目はここを取りに行く。一発目は、最初に表になったクミコを勧誘しに行きます。と。で、本来これは、見えてないんでね。相手には。ただ見えてないけども、残りの札を見たら何を持ってるか分かるんで、そこで戦略が立ててますね。あんまり意味はないですね。そうですね。ちょっとこれ、葉月が見えづらいから、もうちょっと下げる。あ、ここ、うん、ここです。この辺にしようか。はい。はい。いいとこ。はい。ではですね、じゃあこのクミコを取りに行かなあかんわけですけども、はい、この場合は、自分はもう一択ですね、出す札は。まあ、せやろな。はい、これですね。まあ、もちろんこれは本物を裏向きに出してせーので向けるんですけどね。はい、これしかないかな。うちはね、だからここは本物は戦略として全然違うカード出してもいいわけです。ただクミコ欲しいなと思ったらもうね、取りに行かなきゃいけませんけども、うん、まあまあこれ非常に分かりやすいカードやから、私はサファイアでいきましょう。2、2、3、あ、
夏希ですね、はい、こうなるとで、キャラにはそれぞれ、序列演奏が上手い順ですよね、はい、とその演奏能力、まあ、戦闘力みたいな数字が、振り分けられております。あと特殊能力があります、はい、特殊能力というのがあります。先に特殊能力を解決します。そうですね。じゃあ夏希から言うと、夏希は特殊能力としては、はい、まず序列何本ですか。夏希は序列は9番手9番手演奏がうまい9番目ってことです。そう、全然もう下の方やね。ね、12人中の9番目で戦闘力というか演奏力が2ですね、うん、はい、で特殊能力が、特殊能力は下打ちにそんな風に考えるやつはいないということで、相手チームの手札からランダムにこっちの手札と交換できる、はい、できるっていう能力なんだけど、緑ちゃんの能力が強くて打ち消される予定です。そうです。でサファイアは序列が3位、3番目に上手くて演奏力が5ですね、うん、はい、でそう、緑は相手の能力を打ち消すと無効化する、うん、ということでこの夏希は無効化されます、うん、はい、これ言ってください。私の演奏テクニックを見よ、はい、このセリフに、セリフを言わなきません。そう、言ったら無効化されました、はい、無効化されました。で無効化された場合、はい、あの久美子ちゃんをこうスカウトできるにはこう数字で解決します。数字解決します。学年の数字を足します。はい、緑ちゃん2年生だから2、久美子ちゃんが2年生だから2、夏希先輩が3年生だから3で7ですね、はい、はい、で7は奇数なので、はい、奇数の場合は、学年が上の方が勝利します。勝つということはこの場合は夏希の勝利ということになるわけですね、はい、で久美子ちゃんの関与は夏希先輩が獲得します、はい、でこっちはサファイアだけになるということです、はいはい、なのでサファイアはあの相手の能力無力化できますけども最強かというとそういうわけでもない、うん、はい、この辺の戦略が難しいですね、はいはい、というわけで久美子ちゃんは僕が獲得ということになります、はい、で次のターンは負けた方がこの3人から好きなところを選べるというところですね。ただこれめっちゃむずいな1年しかいいんか1、1、3やから俺はこれやうわっ強い。だからこれで果たして誰を取りに行くかで、まあ、その特殊能力とかを見て、考えなあきません。でここの場合は、まあ、自分はこれ取っておいた方が点数高いっていうのをシンプルに考えた場合はサツキでハズキを取りに行く。あ、もちろんこれは裏向いてるんでね、うん、本来はね、本来は、うん、だルートさんはもうこの3人女は分かってけど誰出してきたかなっていうところで戦略を練らなあかんということです。ただそっちにミレイがおるのか。そうやね。ねえ。まあこの場合はな、まあミレイでいけるわな。ねえ、ミレイでいけますよね。ってなっちゃうからな。まあミレイでいけるわな。しかも葉月先輩と中馬同盟やからな。そうです。うん、でこの場合はさ、まずミレイの能力、ミレイが序列8でしたっけ？ミレイは8位の。そう、8で戦闘力、あ、演奏力が3で特殊能力が来年は一緒に吹きましょうということで葉月先輩と一緒のチームになったら演奏力がプラス2されます。そうですね。で能力が何でしたっけ、さつきと一緒の場合プラ1。ああそうかそうか。で、サツキの能力が、サツキの能力は、あ、そうか、ハズキ、あ、そうか、一緒か。ハズキを取りに行かないといけない。そうですね。うん、で、この場合は、1たす2たす1やけど、どっちも学年一緒から点数とか関係ないですね。点数じゃないわ。だから演奏力高い方が。そう、演奏力高い方が獲得。ということで、負けになります。ミレイが獲得します。はい、そう、サツキは、最下位なんで。そう。はい、だから今のところ私は獲得なしでこの2人ってことになりますね。でまた負けた方から出すってことなんで果たしてどういう戦略を戦うか、リリカは下から2番目でしたっけ、うん、で相手チームの、
勧誘メンバーがみぞれの時、みぞれと、ああ、そうか。ああ、そうか。だからこれはまあまあ、裏、ほな、ちょっと今、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 裏までやってみましょうか、これ。面白いね。うわ、どっち出そう。どっち出そうかな。じゃあ、これむずいな。じゃあ、こう言ってみよう。はい。レーナ言ったか。じゃあ、俺はこっちで行くぜ。じゃあ、行きましょう。せーの、ドン。はい。あ、奏でか。はい。で、奏では、能力は、7位でしたっけ。そう、7位で3、戦闘力3。何なんですか、あの人ということで、シュワってやめた、うん、はい。相手のチームの手札を見て、っていうか、もう1枚しかないけど、まあ、もう1枚しかないけどね、はい。で、僕のこっちと交換しても良い、うん、なんだけど、僕はみぞれなんで、まあ、交換しなくていいです。つまりこのままですね。はい、はい。つまりこのままです。はい。はい、で、この場合は、どっちも1年やから、はい、演奏力高い方が勝ちってことで負けました。はい。そんな感じで。オーディション落ちてしまいました。一緒に吹きたかったです。きっしょ。で、まあ最後はもうこうなりますから、はい、こうなるんで、この場合は、この場合は3-3-3-9やけども、9の場合はどう、まあでも演奏力高い方じゃないですか、こうなったら、はい、まあこっちやね、だからみぞれってことなんで、はい、あ、全部失敗や、おい、手札のみ手札のみというわけでルート大勝利、おお、ハマー大敗北うわマジかこれで、点数の計算方法ですね、はい、こっから、はい、まあこっちはサファイアが何ぼやったっけ、サファイアは6、あ、5か、5で、サツキが1ですね、うん、で、リリカも1かな、リリカも1、だ5、6、7で、のぞみが4やったっけ、のぞみが3か、10点って弱っ、これはやばすぎの、あ、すごっ、ね、で、ルートさんの方はもう組みれおるし、組みれおるし、な、仲良しかはおるし、チューバーおるし、最強のみぞれもおるし、ね、まあ、30オーバーということで、はい、今日はこの辺にしといたろうか、そうですね、まあ、という感じです、はいはい、まああとはもうちょっとね、概要欄見てもらうしかないので、もうこれ以上詳しいことってあんまないですよね、うん、いうことは、まああとは何とかやっていきましょう、そうですね、うん、であとはまあ揃えるのはこのムビチ系、あとは裏が見えへんようにせなあかんので、ルートさんはこういう風に裏全部ね、これ入れてありますけども。第1弾にしました。すごいな、これはこれで。うん。なので、まあ、皆さんやるときは、やっぱ裏バーコードがあるんですよね。まあ、あとは、なんか紙入れればいいんですね。そうですね。このスリーブに入れて、なんか、うん、まあ、目隠しさえできればいいってことですね。はい。というのが、つどえアンサンブルですね、うん。はい。はい。という感じのゲームです。で、ちなみにこれはもう見ての通り、2人対戦しかできません。うん、で、まあ、賞味これ集めるの今、多分メルカリやったら、それなりに安く買えるんじゃないかなと思いますからね。うん。まあ、ぼったくりにだけ手出さないようにしてください。うん、はい。で、まあ、また実践もね、取って、また去年、おととしでしたっけ、ソロ UFO ネーム。うん。あれ、おととしですよね。うん。ソロ UFO ネームってルートさんが考えはった、あれは北宇治高校プロフィールカードでしたっけ。近いだけなのね。あれでもゲーム考えてくださったんで、天才です、ありがとうございます、いやすごいですよ、ほんまにこれね、これめっちゃおもろい、売りたいですね、これぜひルール売ってほしい、ここで出しますけどね、もうね、うん、ただもうここで出してることで、もうルートさんがもう考えたゲームでも分かりますから、はい、まあぜひ皆さんもやってみてください、遊んでほしいです、ね、はい、ルートさんどうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、これね面白いなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、そして、ルートさんの SNS のフォロー、やってありましたっけ、はい、いろいろやってます、うん、お願いします、まあ、その辺また概要欄に載っけておきますんでね、はい、どうもありがとうございました、それでは